秋になったらこれ虫めっちゃ多いやろ。やばそう。マジかよ。あ、やっちまった。滑った。嘘やろ。最後の最後でこれか。最後の最後で。ちょ、油断しすぎてた。なんでこけたん。ケースの鳴らし終了かよ。これなんか袖がこけた時に袖めくれてこうなった擦過傷。まあこういうこともあるわね。バイク乗ってたらこけるわね。うぅ、まあ、というわけでまあ無事、一応無事にこけましたね。こけたけどまあ無事でした。箱はちょっと鳴らしになってしまったが、まあええか。こういう時もこけてもオフシェアやったらダメージ少ないからいいよな。ほぼノーダメ。やっぱプロテクターつけてたんで骨は無事なんだが、ちょバイクの下敷きになったんで足が、こっちの足まだちょっと痛むぐらいかな。今問題はなさそうですね。プロテクターマジ助かるね。転ばぬ先の杖。あとブーツ履いてたらもっと良かったけど、まあハイカットのスニーカーでもないよりマシですね。でどういう感じ事故ったの。こうブーンって行ってて車の輪立ちができてて、ここ盛り上がってんやん。 こっち走ってたからこっちに移動しようとして、こう乗り上げた時にこう草があったからずるって滑ったん。乗り上げて着地した時に滑ってこうなったん。これでも今なんか興奮している状態にあるから痛くないだけで、これ家に帰ってから痛むタイプかな。足はねプロテクターしてたんでまだマシだと思う。腕は切り傷だけで、これもバイクウェアですが、こう土についた時にこうズッサーっていったから、こう袖がめくれて地面で擦れたか。荷物が重いからバランス崩しやすいんやな。だからこういうとこ走る時は荷物軽めで行った方がいいってことや。次からも気をつけよう。わーっとキャブがもしかして、そうか、こけたからキャブがガソリン。久しぶりにこけたな。前回こけた時は立ちこけやったんですけど、まあ、キャンプ道具満載してたから、で乗り降りの時にちょっとバランス崩してこけたんや。今回は完全に走行中にこけた。今まで初めてこけましたね。こういうこけ方勉強になりましたね。これ MT だったら事故ってた、足やばかったな。
もう軽いバイクなんで行けたけど、とことん 250E バイクや。オフロードならまだマシなんやけど、これモタードやから滑るんですよね。でフロント17インチやから、こういうなんか輪立ちみたいなところに弱いと。でもリカバリーできたような気するんやけど、途中で諦めちゃったな。今のリカバリー途中でできたんやけど、なんか途中でまあもうこけてもいいかみたいな感じになってしまった。流れに身を任せてしまった。バイクが制御不能に陥ると結構流れに身を任せがちや。で このように、ね、輪立ちを乗り越えるときは危ない。やっぱ箱が重いとあかんな。まだリュックの方がマシやん。次からちょっと考えよう。こういう河川敷走るときはリュックの方がいいかもな。おお、ここやっぱ怖いな。輪立ち怖いって、こけそうな、トラウマになってる。あ、やっぱ足痛えわこれ。おお、輪立ちやっぱ怖いな。輪立ち制御不能になるから危ないな。プロテクターあるとないとで落ちがやった。もうよく言えばもうちょっときつめつけとくべきやった。ちょっと緩かったがちょっとずれたんですよね。あー痛い。ちょっとだけ打撲感あります。まあ、低速だったから良かったものの、あとは下地面がね一応土やったんで良かったけど、アスファルトとかコンクリとかだったらもっとやばかったよね。折れてたかもね。バイクこける時ってフロントからこけるんやなっていうのを学びました。フロントからスルッといてこけてしまうという、だからフロントタイヤやっぱ重要やな。やはりブーツは必要という、ライディングブーツは必要ですね。スニーカーでは無理だな。スニーカーではこけた時の防御が足りねえ。ハンドル曲がったような気がするんやけど、どうやこれ。ハンドル曲がってない、これちょっと曲がってるな。これ見て、これマジかよ。一回こけただけで曲がんなよ。河川敷でこけて一夜明け、で足首がちょっと捻挫したっぽいんで、テーピングを買ってきてこれで補強したいと思います。でまあどうなったかっていうのが、まあ足はプロテクターついていて、でこれで助かったよね。これなかったらマジやばかったもんね。でまあ、ちょっとこのプロテクターにも損傷の跡が見られますね。ここ色変わってるから、ここ、こけたとこにバイク乗ってきたから、ちょうどこれプレスされて、で、ちょっとこの変な感じになってますけど、これがなかったらもしかしたら、この膝の関節もいってたかもね。で、今ちょっとダメージあんのが、くるぶしの外側、この部分がダメージあります。なので今ちょっとテーピングしてるんですけど、無理やりダクトテープでテーピングしてきたんやけど、まあ今こんな感じでダクトテープでテーピングしてるんやけど、これでもなんか全然マシなんやね。これでも全然マシなんやけど、ちょっとここのとこがグネってなったから、でここを補強するためのテーピングやります。あとさらにあれやな、腕のとこダメージあるのは腕なんですけど、ここまずは足首にアンカーを巻くと。こう巻く、これ3回巻くやん。3回巻いて、この状態3回巻いた後はもう一回ここを巻くと。あとはここをかかとの部分とか巻いて、この部分を安定させるよね。
こんな感じ。痛いけどマシやね。あと腕のこれか、腕の絆、これもまあ擦り傷程度ですね。子供が転んでこけたぐらいの傷なんで、まあ治るでしょこれすぐに。テーピングしただけでだいぶマシになるし、これ普通に歩ける状態になりましたね。まあ一番重要なのはやっぱプロテクターということで、今回の事故で判明したのがこのプロテクター。バカにせずにこうやっぱつけとかんと、いざという時もう骨折ったらマジで長引くからね。骨と関節、人間の一番重要なポイントや、骨と関節、そこを破壊されないようにこのプロテクターっていうのは重要やね。特にまあ妊娠プロテクターですね。ウェアも着てたんやけど、ウェアのところこれまあソフトプロテクターっていう 3DO っていうソフトプロテクター入ってんやけど、こういうのこれでも全然良かったね。プロテクターあるおかげで、まあ上半身ほぼ無傷。ライディングブーツ履いてたら絶対いけたと思うよね。どうなったかっつうと、まあ轍ちのある林道みたいなとこ、河川敷やけど、まあ下が砂地になってて、で草がボーボーになってて、で轍ちを乗り越える時に、乗り越えた時に草がいっぱい生えてたから、その草と轍ちの角度で滑った、前輪が。で前輪が滑ったから一瞬でこけたよ、ビーンって。でそのこけた時に足が地面につき、でこの上にバイクの車体がかかってきた。で挟まれた、プレスされた。でまあ抜く時うわーって抜けたんやけど、下が土やから、これアスファルトやったらやばかったね。でまあ抜けたんやけど、そのプレスされた時にスニーカー履いてたから、ちゃんとガードされてなかったよね。だからくるぶしが捻挫みたいな感じになった。一応ハイカットのスニーカーだったんですけど、やっぱりライディングブーツとは違いますね。だからああいうなんか林道とか河川敷とか行くときはライディングブーツ履いた方がいいですねっていう感じかな。まあハンドルに関してはまあしばらくこの状態で行きますね。純正ハンドルのまま。純正やったら曲がってないからね。アルミハンドルにハンドルガードついてるから多分曲がったやん。でも効きますよね。ジータのハンドルガード、ハンドガード、あれつけてると、まあ、アルミのやつね、あれつけてると転倒した時に曲がるよってよう言われますけどね。まあクラッチレバー折るのと、折って自走できなくなるのと、ハンドル曲がってもう一応家まで帰れると、どっちがいいかっていうと、まあ人によってはね、クラッチレバーの方が安いやんっていうのもあるし、まあ微妙なとこやけどねっていう感じで、まあ風強いなっていう感じで、まあ皆さんも転倒にはくれぐれも気をつけて、このちゃんとプロテクターつけてバイクには乗りましょうということで、はい。まあいい教訓になったわ、今回の事故ではねえけど転倒な。とりあえずこの箱重すぎたっていうことやな、多分この箱つけてなかったら絶対こけてないもん。リカバリーできてるもん。やっぱ箱危ないね。箱調子乗ってでかい箱買ったからといって荷物いっぱい乗せまくって重くなったら本末転倒か。